西脇市駅は兵庫県西脇市の村町にある西日本旅客鉄道加古川線の駅。野村駅2番線に停車中の舵屋線列車1990年3月31日までは舵屋線の起点であり、その当時は野村駅を名乗っていた。西脇市街へは当駅から舵屋線で一駅進んだ西脇駅の方が近かったが道路線の廃止に伴い、 当駅が変わって、西脇を駅名に関するようになった。ホーム単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線を持つ地上駅になっている。加古川駅が管理し、JR 西日本交通サービスが駅業務を受託する業務委託駅となっている。緑の窓口を併設する。多くの駅では、 駅舎側が一番乗り場となっているが、当駅では逆に駅舎の反対側から番号が振られている。日中は、加古川方面の列車が三番乗り場、谷川方面の列車が一番乗り場に発着しているため、同一平面上での乗り換えは基本的に行わない。車庫がある、薬人駅と同様、列車の夜間対白が行われる駅である。2021年3月現在、 愛子化を含む交通系 IC カードは当駅までがエリアとなっており谷川方面への利用はできない運行上の境界駅となっておりこの駅から谷川方面は本数が少なくなるまた当駅を越えて運転される列車も降り列車1本のみでそれ以外は当駅で乗り換えとなる日中時間帯の加古川方面は1時間あたり1本運行されており 谷川方面は1日9本である。2001年3月2日までは東駅と加古川駅を結ぶ快速列車が運転されていたが、現在は東駅発着の列車はすべて普通列車となっている。兵庫県統計所によると、2019年度の1日平均乗車人員は822人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。駅前にはやや、 小さな駅前広場があり、タクシーの待ち合いが設けられている。当駅は市街の南外れに位置する。駅前に停車するのギクバス新規バス、新規グリーンバスのいくつかの路線や中国ハイウェイバスは、駅には入らず、駅近くの県道場の野村停留所に停車する。1980年代初めに他の金トリオがブームになった時、当時野村駅を名乗っていた。 東駅と北条線田原駅の存在が話題になったことがあった。東駅の駅スタンプの他に、社長駅、滝野駅、滝駅、日のべ駅、日本へそ公園駅、黒田省駅、本黒田駅、船町口駅、久下村駅の駅スタンプも東駅で管理されている。ただし、大和警告車発行のスタンプで巡る鉄道の旅 JR 西日本約550駅。 には収録されていない、野村駅に関するカテゴリー、ありがとうございます。